ございます。今顔洗ってきたばっかりな、濡れてる。ハートありがとうございます。お菓子ギフト、広島の方が寒い。それは本当にそう。寒くねみたいな。広島の朝は寒いです。ありがとうございます。地方も寒い。本当ございます。はい、おうだ。実はオペラの日です。お昼からなのでね、もう行きます。もうあとは着替えたら行きます。出発おは。おはです。見どころは何ですかね。本当に流れをあれだけ分からんけど、流れが分からないんですけど、本当に一瞬だと思いますので、それを見逃さぬようお願いいたします。って感じで、あとは普通に髪型とかどんな感じ、普通にどんな感じ迷ってます。迷ってます。
んかいろいろどんな感じか調べてみたけどあんまり分かりませんでした。油ちゃんありがとう、本当会いに来てくれて。でも久々だとねもう次は忘れてる可能性あるので、またすぐ会いに来てください。よろしくです。オンラインも待ってます。マジ寒いよね。マジ寒い。ロニーが近くで寝てたからまああったかかったけど、普通に布団かけずに布団をめちゃくちゃ蹴って寝てたから。寒すぎて起きました。途中ねビビった。普通に寒すぎるんですけど、昨日は全然寒くなかったよね。昨日寒くなかったんか、東京があったかいんか分からんけど、昨日の幕張はみんな暑いって言ってた。ね、私は半袖セーター T シャツで半袖だったのでちょうど良かった。ちょうどよ。でも広島寒すぎ。今から来る方は広島は寒いです。寒いです。まあ昼は分かりませんけど、なおは寒いです。雷雨昨日。昨日雨降ったん。何歌うでしょうか。
飛行機待ってるね。ギフトありがとう。フォローしました、ありがとう。今カスカスの声やけど、まあまあなんとかできるっしょ感じです。ははん。だるま、ありがとうございます。ギフトありがとう。今は緊張してないけど、もう緊張しますよ。緊張してると思う、めちゃめちゃ。多分ね。リネちゃん、リネちゃん寝とるとこ見てないの、あいさ。3時ぐらいにならないと寝れない、寝れないって言ってて、アイスの方が普通に1時半とか2時までには寝て、アイスの方が早かったし、朝は普通に7時ぐらいに起きたんけど、アイスは5時とかに起きてたらしい。めっちゃ早かった。5時台に起きたらしいから、見てない、寝てるとか。はん。ここ最近のりねちゃんの不幸話をいっぱい聞きました。もろい、もろすぎる、ね、最近はこんなことがあって不幸続きの話をいっぱいしました。ではランキング見ます。13位ケンです。12位ミヤリン、11位ひとりごとさん、10位ドラさん、9位フコウさん、8位ダオさん、7位ヒゲのマスさん、6位バンジャラさん、5位ヒロタンタ、4位アヤさん、3位ピオーネさん、2位ヤスベーさん、1位はドルルンケイゴさん、ありがとう。では
1時からお待ちしてます。ついにこちらの固定コメントも本日付で消します。ほい、OK、ではよし、ではバイバイ、待ってます、また後で。